の方に飲んでいただいて初めてうちのお酒作りができるので、まあ、コロナ前の8割ぐらいまで酒作りは戻しましたけども、8割作れるってことは、大変、まあ、ありがたいことだなというふうに感じております。お米の性質は把握した上で酒作りできますので、まあ、いいお酒ができるかなというふうに思います。